屈辱の、屈辱の目の前で胴上げ。さよなら負け。ヤクルト優勝名とうクライマックス。絶対行き返すんで、待っといてくださいはい、どうもメントスコーラと、ナドルドモルでございます。本日もですね、DNA の振り返りの動画、撮ってまいりたいなというふうに思います。いや、本当に今日負けたらね、えー、目の前で優勝でね、 お上げをさなんと,と,としても、えー、優勝を阻止するべく、えー、勝っていきたいという試合だったんですけども結果を申しますと1対0でね、えー、サヨナラ負けを喫してしまったという形になってしまいました。これでまあ、今期 まあ、東京ヤクルトスラローズが、パセリーグのリーグを制したというところで、優勝を決められてしまいまして、まあ、あの DNA もね、えっと、ヒルが、え巨人が負けたことによって2位以上が確定して、まあ、正式に、まあ、あの、2位が確定したというところで、残りの試合は消化試合という形になってしまうんですけども、まあ、ヤクルトにちょっと優勝を取られたというところで、え本当に悔しい、え展開に、 なってしまったのかなというふうに思います。まあ、あの、本当に今年はね、簡単に振り返っていくと、まあ、あの、A クラスね、争い、本当に最後まで優勝争いすることができて、えー、今日の試合もね、最後まで本当に目が離せない好プレイもどんどん出て、えー、しまったいいゲームでしたので、えー、本当に今日の,あの試合も面白かったですし、えー、最後までね、えー、本当にファンに夢を見せるというか、えー、リーグ優勝のね、えー、き足しというか、チャンスを見せてくれるシーズンだったのかなと。 とは思いますのでえ本当に最後まで、えー、ファンを楽しませてくれたというところで首脳陣と、えー、選手の皆様には、えー、感謝の言葉しかないかなとは思いますのであとは本当にクライマックスですよねあの本当にまああのクライマックスねまずはあのハマスタでファーストステージまあどこが来るかわからないんですけども勝たなければいけないというところは前提なんですけどもね、えー、ぜひねまた、えー、日本シリーズというか え、制覇というものは消えたわけではないですので、リーグ優勝は問えますけれども、ぜひね、クライマックスシリーズでやり返して、えー、日本一というものを取って、えー、いける実情がベーサーズあるかなとは思いますので、期待して残りの試合も、クライマックスも応援していきたいなというふうには思います。ということで、いつも通りね、選手さん活躍を見ていきましょう。選手さん活躍の方はこんな風になっております。いや、本当に、あのー、野手ね、えー、今日打てなかったですね。 まあ本当に打てなかったというところ、デザンルーム7個で、えー、チャンス生かせなかったというところはやっぱあるんですけども、やっぱりそのエースのまあ小川選手、リリーフで出た清水選手、石山選手、マクガガ選手。 まあ、あのー、打てないようなボール内に出てましたよ。やっぱりその、ヤクルトね、優勝する投子力ももちろんあるかなとは思うんですし、えー、もちろんね、ワンチャンスものにして、えー、ベース打線、えー、ホームランやね、えー、ヒット、タイムリー打て欲しかったなっていうところはありますけども、やっぱりあの、捉えたら球も風が逆風で押し戻されて、えー、外野フライだったりというところもありましたので、えー、ちょっとね、風なとこっていうのももちろんあったんですけども、やっぱりスワローズの え、投資力に、え、完全にやられてしまったのかな、っていうふうには思います。まあ、あの、ポジ要素としましてはね、え、久しぶりに、まあ、大体出てきたオースティン選手がね、え、ツーベースヒットを、え、払ってくれましたので、え、ここに関してはかなり、傾向に入っているのかな、というふうには思いました。まあ、あのね、あの、ピッチャーも、野手もそうなんですけども、え、あとね、7試合は、紹介試合に入りますので、えー、ちょくちょくね、若手も使えつつ、休ませつ,つ、え、タイトルをね、争いしている選手たちもいますので、 え、その選手たちは起用しつつ、え、うまいことね、え、残りの消化試合を当ててほしいな、というふうには思いました。まあ、ピッチャーの方はですね、もう今永選手言うとことない、なしですね、中5日で120キロ近く、え、投げて、 えー、平均速も150キロ以上出てますので、えー、11個の三振奪うというところで、えー、次にね、6.1回投げたら、えー、規定打席規定投球回に達しますので、えー、ぜひね、次回の動画も頑張っていただきたいなというふうには思います。まあでも勝ちをつけれなかったのでね、えー、最年少争いは、えー、できなくなってしまったんですけども、ここは他にも残念かなとは思います。ちょっとね、エスコマ選手最後にね、 まあ、だてしまったというところで、えー、クライマックシリーズかない心配なところもあるんですけども、まあ、じっくり休んで回ってね、えー、クライマックシリーズまたお願いします。 はい、今日はね、こんな感じでね、最後にメントスカトコ選手を決めましてね、今日の動画終わ、ね、っていきたいなというふうには思います。そうですね、今日の、ね、メントスカトコ、ね、選手はですね、えー、本当に今永選手にありたいところなんですけども、えー、クライマックスシリーズ、本当にどうかお願いします。今年のね、1年間を総称して、エスコバー選手、えー、ありていきたいなというふうには思います。あ、どなたの力がね、必ずクライマックスシリーズは必要になってきますので、どうかお願いします。 はい。ではね、こんな感じでね、終わっていきます。ここまでご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもこんな感じで撮っておりますので、また見てください。それではね、お疲れ様でした。さよならバイバイ。今しは本当にいいシーズンでした。戦うぞ、としみだりだせて、勝利の海、行くぞ、ベイスターズ、かっ飛ばせ、構造の、